虫バーンビ。ねえねえ、知ってる？ペットボトルは分別しない方が地球に優しいらしいよ。時間返せよ。 VAMBI、 どうもバンビです。はい、ということで早速今日も視聴者さんの夢を一つずつ叶えていきたいと思います。本日の動画はデスノート実写化、エルの串刺しスイーツです。こちらの料理はですね、デスノートの実写化映画に出てきたやつなんで、今日は実写化映画の実写化ですね。実写化の2乗で今日はやっていきたいと思います。てか振り返ってよくよく考えると、このデスノートの主人公の名前、ヤガミライト、めちゃめちゃキラキラネームだよね。月と書いてライトと読むんだよ。ライトと書いて月と読むんだよ。もうこれはね、もうキラキラ通り越してドキュンネームですよ。まあね、僕も本名小川バンビなんでね、人のことあんま言えないんですけどね。うん。はい、ということで今回使う商品はこちら。魔界と契約せし者よ、我に力を貸したまえ。はい、こちらを使っていきます。ミスタードーナツ、プチシュークリーム、バームクーヘン、プチエクレア。ってことで早速やっていこう。はい、ということで早速やっていきましょう。ショートコント、デスノートの天敵はホストだった説。オッケー、ライト君、今日は朝までパリピしちゃおうよ。ふぅ、なんだこのうざったいやつは。しょうがない、デスノートで殺すか。すいません、お名前を聞いてもよろしいですか。俺の名前か。俺の名前はシャカです。シャカさんですね。珍しい名前ですね。下の名前はなんて言うんですか。俺の名前はシャカです。名字と名前でシャカシャカです。ポテトか。俺の名前はポテトか。はい、シャカシャカさんね。まああと数十秒だな。パッパパリピパリピヘイ。よし、残り数秒だ。3、2、1、さよなら、シャカさん。パパな、パリピ、なぜだ、パリピ、なぜ知らない。甘いな、ライト。俺は100個の源氏弾を持つ男だ。俺を倒すのに何時間かかるかな。その前にお前を倒してやる。はい、ライトが飲むって噂、ふわふわ、飲んで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 。もう僕の負けでいいです。はい、ということでこちらのドーナツたちを串に刺していきます。完成です。串刺しスイーツです。マシュー、見てください、この色とりどりのスイーツたちを。ルフィが探していた一つなぎの大秘宝とはもうこれのことなんじゃないでしょうか。早速食べてみましょう。はい、では早速いただきます。もうこれはマジでカロリーモンスターでしょ。カロリーモンスター、見てください。もうほんと映画さながら再現率ね、パネーよマジで。はい、では早速ね、もう真ん中からね、もう3種類ぐらいね、ガブッといっちゃいたいと思います。いただきます。いや、これただのミスタードーナツ。待て待て、まだ終わるんじゃない。皆さん、これの楽しみ方はですね、こういろんな角度から行くことによってね、こう合わせ技ができるんですよ。バームクーヘンとチョコドーナツとか、ポンデリングとシュークリームとか、それがね、口で合わせることによって普通じゃ叶わない美味しさが叶ってます。でもそれがこの串刺しのいいところなんでしょうね。ちょっとね、チョコドーナツとね、これ白いの言ってみます。うんうん、ほら、普通のドーナツじゃなくて、いや、褒めるとこ探すの難しいか。待て待て待て、まだ終わるんじゃない。いや、もうこれね、見た目がね、すごい華やかで、もう見てるだけで楽しいんでね、もうそれが多分美味しさに繋がってくるっていう、そういうメリットがあるんですよ。だからこれ本当に渋谷とか原宿で出したら多分めちゃめちゃ売れると思います。売れるか。